はい、ウチャ TV レゴスターウォーズスカイウォーカーサーが今回はですね、ケフバーの宇宙空間となります。サイドミッションでキャラクターが一体ですね、帝国艦隊トルーパー反乱軍救出となります。トライアルでキャラクターが2体目ですね、パブフリックが改造されます。ランページケフバーですね、そしてカイバーブロックが1個から5個ですね、小惑星破壊となります。それでは早速やっていきましょう。はい、着きましたね。はい、そしてギャラクシーマップ開きます。はい、キャラクターが2体、そして、会話ブロック5つですね。それでやっていきましょう。まずですね、キャラクターのですね、反乱後救出に行きたいと思います。このキャラクターのマークですね、ここに近づいていきます。どんどん近づいていきます。はい、このスペースバトル関係ありません。はい、そしてC3PO しか対応できないですね。はい、そしてこれね、ダメですので、キャラクターを交代します。はい、変わりましたね。そして、先ほどのようにですね、近づいていきます。はい、落ち着きのないアストロメクですね。はい、ミッション引き受けましょう。はい、反乱軍救出ということになります。はい、まあバトルですね、10機、20機ですね、タイファイター20機破壊となります。このシップはですね、前回ケフバーの墜落現場でですね、改造された、あ、レジスタンス A ウィングですね。はい、あと1機ですね。はい、 OK。 まあこれね、いつものことですので、まあ難しいとか難しくないとか、ああいうのはありませんね。はい、そして、黄色の星のマークですねのところに行きます。はい、反乱軍の船に話しかけるということになってます。話しかけましょう。はい、ミッションクリアですね。はい、ここでですね、帝国軍トルーパーですね、が改造されます。帝国艦隊トルーパーですね。はい、次ですね、次はですね、ランページランケフバーとなります。パブフリックが改造されます。はい、ここですね、地図上ではここです。トライアルのマークに行きます。トライアルのマークですね。はい、これですね、ここに向かっていきます。はい、OK。 これ時間内にですね、10機、まあ、破壊と、これは違います、これも違います。10機破壊ということになります。上にですね、道しるべがありますので、方向指示したものがありますので、それに従ってですね、まあ、破壊していくということになります。前回はですね、2つ1組になってましたけども、今回簡単にですね、この岩邪魔で、向こう側のやつが撃てないんですね。これちょっともう待っておきましょう。ということで、時間間に合うのか、これ間に合うのか、あ、間に合いましたね。はい、ゴールドですね。はい、ということでクリアいたしました。パブフリックですね、解除されます。はい、長押しですね、購入しなければなりません。これですね、まあ可愛いですよね。はい、ドルイド騎士ですね。はい、次はですね、カイバーブロック惑星ですね、これを破壊ですね、すると5つ手に入ります。はい、これですね、近づきながら攻撃しましょう。まああまり近づきするのもあれですけども、どんどんですね、あの四角ない、あそこにですね、打ち込んでいきましょう。するとですね、大量経済がガンガン減っていきます。はい、そして、はい、完全に破壊された時はですね、しっかりですね、カイバーブロックの、まあ、数字がですね増えていきます。
ここをしっかりですね、確認しましょう。はい、ということで、小惑星破壊終わりました。はい、今回はですね、この辺で終わりたいと思います。まあですね、役に立ったかなと思った方、そしてですね、参考になったかなと思った方、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。